ステインレス、メイドインアメリカ、チャイナじゃない。今マーケットの方にいるんですが、10時半を回ったのでどんどんお店が閉じ始めてます。バーはまだ開いてるんだけど、レストランとかそういう類が今どんどん閉まり始めてるんで、どっかも適当に食べれるところに入ってご飯にしたいと思います。というわけでハワイの滞在1日目が終了しました。さっきいくつか面白そうなアクティビティを見つけたので、明日明後日で楽しんでみたいと思います。では今日はこの辺で、おやすみなさい。